安倍さんも挑戦したことないことを今度次やらせていただきますんで。何何怖い。意図して段差は踏んだことない。あーってことで。え？これ段差どころじゃないよ。意図して作った段差を見てくださいよ。ボケろこのボケ。この段差を超えていきたいと思います。茨城県下妻市にあるトラスト企画です。この度現場スタッフを募集します。部品の清掃、梱包、出荷作業など商品の物流全般に携わっていただきます。体力に自信がある方、細かい作業が得意な方、腰痛持ちには辛いかも。ご応募お待ちしてます。こんにちは、トラスト企画の花です。シュウです。阿部ちゃんです。さあ今回紹介させていただくのはこちら。はい、この色初めて見ましたね。え、そう、え、花さん見たことあります？これオデッセじゃないの？見てくださいよ、これこれ、この赤いエンブレム。あー赤だ、赤いエンブレム赤だ。ということで今回紹介させていただくのはシビックタイプ R FD2 でございます。さあ花さん、はい、こちらオデッセイ。この色といったら私オデッセイのイメージあるんだよね。あ、知り合いに乗ってた人いるから。でもこれシビックタイプ R の FD2 なんですよ。タイプ R なんだ。タイプ R がこの色出してたって僕も驚きですね。チャンピオンシップホワイトのイメージがあるから。その通りなんですよ。これ純正なの？純正色なんですよ。これボディカラーっていろいろありまして、 FD2 で一番人気色なんだと思います？チャンピオンシップホワイトでしょう。そうです、そのチャンピオンシップホワイトが 69.4%、 もう半分以上で。2番目に多い色何色だと思います？2番目に多い色、ガードレールホワイト。これね、長いんですよ。スーパープラチナメタリックっていう色なんですよ。え、で簡単に言うと何色なのそれは？これ銀じゃないですかね。銀なんだ。メタリック入荷してきたことない気がする、トラスト企画に。プラチナメタリックなんで銀じゃないんですか？もう分かんない、君調べですよそれは。まあこれ 9.9% なんですけど、もうそっからもう低いね。そうなんですよ。でもう1位がもう圧倒的すぎるんです。ダントツで。で3位、クリスタルブラックパールっていう色で、まあこれが黒ですね。いわゆる、いや黒が3位にいるのはなかなか珍しい。で4位、これ花さん分かるかな、ビビットブルーパールっていう。青？青があるみたいです。青あんの？これは 3.3% なんですよ。 3.3% なかなかもう希少じゃない？ 3.3 って。でこちら名前がプレミアムディープバイオレットっていう色です。プレミアムディープバイオレット、ミッドナイトパープルとかではないんだ。ミッドナイトパープルとかじゃないです。じゃないで、割合が 1.9% っていうちょっと貴重なお車なんですよ。ブルーより、はい、まあ、このパーセンテージは某、ね、車サイトで調べさせていただいたんですけど、はい、もう、まあ、貴重っていうことが。めっちゃ貴重だね。もう初めてですもんね。でこれ塗り直しとかしてない？してないです。綺麗な色だもんね。でこのお車平成が22年式のお車なんですけど、うん、前期後期違い、前回僕が FD2 紹介していろいろ言われてたミラーの格納、自動でできるか手動でできるか、うん、これ手動でできないんで後期です。こういう見方ができます。もう前回ひどかったですからね、あれね、あの、運転しに行ったやつだよね。そうです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 。あの VTEC 乗ってるっていうのをね、忘れる運転をね。タイプ R なのにタイプ R じゃない走りをする。そうそうそう。なんか最後の方花ちゃん切れてた。最悪と思って。本当にあの後悔しました、助手席に乗ってるのを。でも今でこそもうちょっと上手くなってるんで。本当？はい。本当？まあ今回はナンバーないんで乗ることはできないんですけど。うんうんうん。ペーパードライバーから徐々にこう。リアルドライバーに。まあそうだ、私も経験を積んだ身だから。そうですよ、このトラスト企画で。で今回このお車僕紹介したい点が何箇所かあるんですよ。おお、色だけじゃなくて。色だけじゃなく
やっぱね、タイプ R とかは結構さ、いろいろモディファイとかさ、はい、されてるイメージだけど、この車はどうなんですか？この車はやっぱね、ホンダといえば無限さんのパーツとかあるといいなって思うんですけど。思いますよね。でも外装見た感じ、カメラマンさんも回ってくれてますけど、もう外装ほぼフルノーマルです。だってホイールも純正だもんね。純正です。車庫帳も純正です。さ、車庫帳の純正って FD2 ではかなり珍しいと思うんですよ。え、そうなの？みんなすぐ変えちゃうんですよ。なんで変えちゃうの？だって別に純正でよくない？純正でいいんですよ。車庫帳変えるの大変だし、高いし。でも FD2 よく言われることがあるんですよ。よく言われること？純正で足が硬い。ああ。乗り心地が最悪なんらしいんですよね。聞いたことある。買った人がね、ディーラー行って硬すぎだよみたいなクレーム入ったりした、はい、シビックフォードはセダンでこうみんなにね乗りやすいように作られてんのに。そうだね。なんかフォードはセダンになってこうお父さんとかでもこう乗れるスポーツカーみたいな言われてたよね。もう本当に足が硬い。じゃあそうね、ファミリーカーとかでも行けるみたいに言われてるけど、本当にファミリーカーなのか、うん、赤ちゃんがぐっすり眠れるのかどうなのか気になりますね。気になるね。だってなかなか硬いって結構ねこう有名だもんね。これがで、この車ドア開けてわかるんですよ。ドア開けてわかる。何がですか？これ僕ねあんま得意じゃないんですよ。これタバコの匂いがものすごいするんですよ。あ、そうなの？見ていただけますか？おお、灰がすごい溜まってますね。これ前のオーナーさんがタバコ吸ってたんじゃないかっていうことが想像できます。そこ灰皿なの？違います。こうカメラマンさん寄っていただけますか？こちらボタンを押すとドリンクホルダーが出てくるんです。それ知らなかった。しかもこの出方わかります？シトーシトーって出てくる。出方とか押し方にこだわり強いもんね。そうなんですよ。こういうボタンね、いいですね。この表現が独特じゃない、うん、今なんつった？人って言いました。ねえ、この車、まあ中も見ていただけた通りほぼフルノーマルです。もう ほぼっていうかもうフルノーマルです。フルノーマルだよね。フルノーマルです。で、一応一緒に買い取らせていただいたパーツとして、あるの？はい、こんな純正だけど、こちらモデューロのエアロです。これはどこの？リアの羽ですね。おお、これ多分白ヤフオクで落札してつけようと思ったけど塗装金かかるからやめたみたいな感じじゃないですかね。あ買うお金はあったけど取り付けるお金はちょっと難しかったのかな、はい、でこのお客さんはね、僕いろいろ思うことがありまして。どうしたどうした？ここ見てくださいよ。ぶら下げるの好きかっていう。カモのハシベリーじゃん。何ですか、カモのハシベリー？え、フィニアスとファーブのカモのハシベリー。あ、そういう。こいつスパイだよ。スパイなんですか？スパイ、危ないよこいつ。それがここにぶら下がってるんですか？ぶら下がってるどころか吸ってますけどね。スパイ送られてきちゃってる。これも一緒に買い取りしたってこと？買い取りしたってことです。ね、まあ、せっかくここ下映してくれたんで、こちら見ていただける通り無限のものが入っております。あ、マフラーは？マフラーは入ってます。なんで ほぼフルノーマル。マフラーとあと後でエンジンルーム見せるんですけど、エアクリが、まあ、無限のものに変わって。あ、でもいいね、無限さんのもの。無限のもので評価高いね。でこれぶら下げてるって言ったじゃないですか、うん、ここだけじゃないんですよ、ぶら下げてんの。他に何ぶら下げてんの？ちょっと待っててください。なんだ？気になりますね。気になりますね。ここに卑猥なものじゃなければいい。怖っ。今トランクにトランクにトランクぶら下げるものといえば、トランク。え、トランクに何ぶら下げんの？これ見てくださいよ。なんでトランクにぶら下げてるんですか？しかも3枚ぶら下がってますよ。これ前にはなかった？前にはないんですよ。後ろにぶら下げてるんですよ。どういうことっていう。見せないように匂わせたいんじゃない？見せない。でもこっち繋がってるんですけど、まあ倒してないんで。そうだね。ここにぶら下げて何か得があるんですかね。結構
あの引いてましたこの人なんでここにぶら下げてるのって思いましたなんでだろうね、あんま初めて見るね。初めて見ますね。後ろにぶら下げるのが好きなんじゃない。後ろにぶら下げるのが好きなんですかね、うん、俺ミー君いたら大変でしたねミー君いたらもう大変なオンパレードですよ。もうここが謎ポイントですね。うーん、あとは本当にノーマルなんで見せるところがないって感じで。エンジンルーム見ようよ。エンジンルーム、ああ、エアクリですね。うん、どんな感じなんだ。おお、すごい。これすごいかっこいいですよね。かっこいいね。これがもうエアクリなんだ。カーボンとかではないですけど。カーボンとかではないんですけど、なんかここの赤がすごい際立ってて綺麗で。うん、やっぱ無限のものだからさ、はい、こうマッチングがいいね。マッチングがいいですね。ノーマルのやつと、うん、これぐらいか。これくらい、本当にこれくらいしか変わってないんですよ。へー。オーナーさんあんまりいじるの好きな人じゃなかったのかね。そうですね、あんまりいじってないって感じですよね。なんか調べたところによると、はい、しゅうちゃんと同じぐらいの年齢の方だったんだよね。同じくらい。そう、同じくらいで車持ってたんですか。そうだよ。しかも FD2。 そう、僕のバイク、僕はまだバイク通勤ですよバイク通勤、車持ってたんですね。うん、だからぶら下げてるの嫌ですねとか言ってる場合じゃない当初車持ってるから。車持ってしゅうちゃんより上の方にいるから。あ、上の方にいるんですね。うんそう、すごいな車持って言葉出てきてない。言葉出ないですよもう。悔しい悔しいですよ。みんな気になってるよ、車買ったんですかって。あ、コメント欄来ますもんね、うんうんうん、車まだ買ってないです。まだ買えないんだよね。買えないです。もうちょっとね、もうちょっと働いてから。もうちょっとですね。でもすごいですね、僕とほぼ同い年で FD2 そう所有してたって。でやっぱこれ、やっぱそんなにさ安い車じゃないから、はい、やっぱ元オーナーさんもローンとかでこのお車を買われたんですよ、はい、で手放した時に残債が実は残ってたんですけど、はい、残債をまるっと返済して、お手元にお金が残るぐらいの買取金額でした。それはオーナーさん満足しますね。うん、で最初の希望、ちょっとお客さんの希望高かったんですけど、はい、高くて、まあ、その値段が希望だったら純正パーツありますかって聞いたんですけど、はい、もう車がさ、もう純正のまんまだったから、純正のまんまですね。ちょっとそこ希望にはね達することはできなかったんですけど、はいはいはい、まあ、あの残債の方は返せる金額で買い取らせていただきました。で残債返して余ったお金で次何買うんですかね。気になるね。気になりますね。まあバイクではないと思うよバイクではないですかね。そうだから、やっぱトラスト企画のいいところってさ、お客さんの希望とやっぱ違う、はい、差が出ちゃう時があるんですけど、その場合パーツとかがあれば頑張ってね、そこの値段まで出せることも可能なので、やっぱこう交換したパーツとか、はい、あと箱とかはちゃんと持っとくと、後々査定出した時に結構金額の方にねプラスされる可能性もあると思うので、はい、そこだけね皆さん覚えておいてください。覚えておいてください。で、あとオーナー情報として、僕も調べで一つあるんですよ。うん、前回トラスト企画で、買い取らせていただいた、結構前になるんですかね、白の FD2、うん、かなり爆音の、 あ、 あれのオーナーさんとこれのオーナーさんがお友達だそうなんですよ。で売ってくれた。でもこれは超ジェントルな静かなお車なんですよそこも後で排気音お聞かせできたらなと思いますね。あ、いいね、無限のマフラー聞いてみたい、はい、あ、じゃあ共通の友人もいて、共通の友人で、やっぱいいね。なんか若いオーナーさんがさ、はい、売ってくれると嬉しいよね。嬉しいですね、うちらの同世代的にも。僕もやっぱ車買いたいなっていう気持ちにさせられちゃいますね。あ、いいねそれは。いや、こいつくそ俺と同い年でいい車乗りやがって切磋琢磨みたいなねっていう。でもわかるわかる、僕も頑張ってね車買えるようになりたいですね。いいね。じゃあエンジンかけていきましょうか。うん、このね FD2 ってエンジンのかけ方は独特で面白いですよね。未だに思いますよ。
鍵を刺す。なかなかないよねこのスタイル。ニュートラル配点の確認、ブレーキクラッチ踏む、キーを回す、でスイッチボタンを押す。指導性は抜群。いいですか？いいよ。おお、ちょうどいい。いいですよね。これぐらいが好き。今僕結構踏ませていただいて、あの音量なんで、うん、街中だと本当に静かで、本当に踏みたい時に踏んだらちょうどいい音になって、うん、いい音が出るぐらいだよね。もう本当いいですよね。うんうんうん。先ほどこの車車高調、まあ、サスペンションすごい硬いって言ったじゃないですか。言ってたね。それちょっと体験してみたくないですか。いや体験したい。しかもだって珍しいんでしょ。ノーマル珍しいです。ノーマルなの。安倍さんも乗ったことないんじゃないですか。いやある あるんですか。でも経験豊富だから。でも安倍さんも挑戦したことないことを今度次やらせていただきますんで。何何怖い。意図して段差は踏んだことない。あーってことで、ってことは意図して段差を作らせていただきます。何それどういうこと。何見てくださいよ、この意図して作った段差を。これ段差どころじゃないよ。意図して作った段差を見てくださいよ。ボケろこのゴミ。この段差を超えていきたいと思います。マジかというのはまあ冗談で、こっちですね。こっちだと思います。こっちの段差をちょっと、まあある程度のね、速度域、ある程度って言っても車体が傷つかない程度の速度域でちょっと花さんに乗っていただいて、え、車高調の硬さを体感してほしいなっていう。やっぱ女性からね見て、うん、こうケツへの衝撃。ケツへのっていうのは女性って言ったのに。お前のどういうあれ。乗り心地はね、やっぱ女性ね、ケツへの衝撃がどうなのかっていうことをやっぱ視聴者は聞きたいんですよ。まあ助手席に乗りたい。そしたらじゃあ運転どうします。運転してくれ。だって上達したんでしょ。上達しましたよ。じゃあ運転してくれ。じゃあ運転させていただきますんで。よろしくお願いします。怖いなこの特設コーナー。ではベルトだけお願いします。はい。乗り心地はめちゃくちゃいいですよ。やっぱ座り心地やっぱいいですよね。タイプ R のシートなので。そんな本当に言って硬いのか。これ面白いのがシフトノブ、やばい位置に一足がありますね。私こういうの超気になる。僕も気になります、うん、ではちょっと15キロくらいで行ってみます、はい、これ結構固くないですか。これ硬いよ。これ硬くないですか。やっぱスポーツカーなんで、いややだやだ、ガタガタ道は、うわうわやだやだ、内臓が揺れるわこれ。下手にスピード出せないんですよ。オーケー、じゃあ出せ。うわやだ。さすが阿部さん。出たよ FD2 の硬いのは。すごい。突き上げ感ありますね。あのなんつうんだ、ドンガラの車に乗ってるみたい。はいはいはい。普通に座面からも伝わります、振動が。こんないいシートなのに。あーやばい、このトラスト企画の段切りしないといけないコーナー。酔いますね。ありがとうございます。さあどうでしたか花さん。ちょっと気持ち悪いわ。僕もだいぶ酔ってます。あとちょっとね、これから、はい、この FD2 に乗るちょっとね女子に注意喚起したい、
はい、乗る前は必ず純正か社外か聞いた上で、純正だった場合はあのホールド感の強いものをあの装着して乗車してください。それほどね、揺れます。硬い。正直言うとケツどうです？え、ケツ、あのシートね、座り心地めっちゃいいのに、シートはものすごくいいですよね。普通にマイナス。プラスにならない。シートでプラスになっているにもかかわらず、マイナスです、マイナスになってしまう。衝撃の硬さでした。安倍さんもどうですか？あの純正だと硬いかなって感じ、はい、でも別に、はい、全然社外の足とか組んでる人からしたら、うん、まあ普通かなって感じ。ああ純正でこれだったら硬いなって感じ、うん、ドンガラの車に乗ってるみたいな、なんかそれぐらいの感覚でした。でもいいんだよ、サーキットが速く走れればいいんだもん。まあそのためのこの赤パッチですからね。タイプ R だもんね。ということが分かったということで、はい、今回はいい検証動画になったんじゃないですか。そうだね。花さんのケツをシビックタイプ R が突き上げるという。最悪。なんていう締めだ。視聴者好きって言ってたんですよ。そうなの？やっぱミー君がね、ミー君がやっぱケツケツとか言って、ケツって言うじゃないですか。言いますよね、言いますよね。あいつそういうやつっぽい。なんかそっち系に行きたいらしい。むっつりスケベ系だぞあいつ。もう共演しない。じゃあ締め行きましょう、締め行きましょう、締め行きましょう。共演しないわ。で今回のようにこういう FD2 フルノーマルに近い状態の車も買い取らせていただきます。はい。でもうさっき下ろしましたけど車外パーツもありますし、うん、まあ純正パーツがなくてもお客様が満足するお値段で、まあ、今回は買い取らせていただきたという事例もありますよということで、はい、で今回またお友達から紹介していただいたのかな、どうなのかな。いやでももう多いよ。多いですか？紹介とかじゃなくて実は知り合いも売ってたみたいな、はい、なるほど。じゃあ視聴者さんももしねこう車手放そうという友達がいたらトラスト企画まで電話してみたら、うん、ってぜひぜひ一言声かけていただけると私たちもね嬉しい限りですので、はい、よろしくお願いします。ファミリー皆さんで広めていきましょう。で多分こっちのエアクリとか、はい、無限のマフラーはもしかしたらヤフオクの方に出るかもしれないので、あとモデューロの羽ね、モデューロの、はい、あの白い羽、チャンピオンシップホワイトの人はそのままつけれると思うんで、ぜひぜひヤフオクの方もチェックの方お願いします。では締めさせていただきましょう、はい、僕やっぱ声がいいってよく言われるんで、またやらせてくださいよ。味しめてんねそれに。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな終了。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたの動画お待ちしています。